今回のテーマはデメリット逆利用コンボ。緩急圏の攻略は式算で長めの全体武力足す算と破格の性能ながら自分の溜まる高王ゲージが相手のものになるデメリット付き。そこで高王ゲージが相手側に進んでいるほど効果が上がるとし、中央で高めに取るコンセプト。星の計略は式算で最大武力足す7に勢力回復と条件付きの計略だけあって最大効果が高い。本来は守り専用の計略だけどこのコンボなら攻めでも使っていくことが可能。バカチンが誰の手も借りぬ。そこへ投稿者はボタンを押しているけど、拠点設置計略は工場準備エリアに入っているタイミングでは使用不可能。急速の召喚兵工場みたいなことができないようにした感じかな。おいおい、あんまりジジイを働かせないでくれよ。リュウヘイ発動。一の方烈戦の猛将、緩急剣様が相手してやるわ。こんなはずは。着信なんとに星が。危なかったな。知識不足で拠点発動が遅れたのが結果として一度波紋の残り火を受給できそう。拠点が消滅しても効果は一度タッチすればそこから4ターンと続くよう。なり視点がごとき有略を。誰の手も借りぬ。くらー着信。バカチンが最後まで陣頭に立つさ。お前たちは我が大いなる策の上に。働きするか。殺し未熟でやった。貴様ら共をせよ。なんとに星が。まだ死波が整ってないから半蔵を落ちたいはず。絶対に3部隊以上入らないように3回。殺し。烈戦の猛将、緩急剣様が相手してやるわ。悪王の神髄は己を強くすることではなく敵を弱らせることよ。お前の志はそんなものか。
臭いね。発進。もう一働きするか。ここで回復守備力20に、そして平の乗り詰めに王領の磁力戦闘を少しでも与えられるよう、戦機の増援はギリギリまで我慢。命を捧げん。未熟であった。バラジン発進。戦機解放。おいおい、あんまりジジイを働かせないでくれよ。才能はないが、今回は3試合あるよ。溺れるほど無能でもないってことだ。民よ、青き狼のもとへ集え。かかれ。かかれ。危なかったな。どうぞ。もしかしてだいぶやらかしてます。磁力戦闘付き弱体弓強いね。はいはい、無念でございます。すまぬが、城攻めは大得意なんです。死ね者が。バラチンが。最後まで陣頭に立つさ。気合を入れて。苦しいけど資産兵力としてはフレ処理。神宮殿様が相手してやるわ。バラシンガー。三の肩。かかれ。お前の志はそんなものか。かかれ。流派発
民よ、青き狼のもとへ集え。危なかったな。空が続く滝。こんなはずでは。最後まで陣頭に立つ。気合を入れて。パラシンガ。烈戦の猛将、環球天様が相手してやる。お前の志はそんなものか。魔神が空が続く影。えへん、私だってできるんだから。魔神天気解放。働きするか。流派発動。身の肩。空が続く。かかれ。発進。歯の力でここを収めよ。発進。次は頑張ります。発進。もう一働きするか。後方陣は本人の威力が上がらないから先に先行きすると、リヴァイ兵長を撃たれてガチかれて壊滅する。王領の超瞬化で返される座敷損だから拠点設置から入れる流れを意識したい。突進。突進。赤き星か。私がお前を王にする。誰の手も借りぬ。負けるわけには。ドリル。
こんなはずが。なんとに星が。決めて。はいはい、食らいなさい。かかれ。いよ、今陣なる獣が天地をかける。気合いを入れて。かかれ。陣なる獣が天地をかける。お前の志はそんなものか。かかれ。決めて。バカチンガー。目は覚まさぬと。ごめんなさい。マジンガー。マジン。赤き星か。マジン。撤退する。かかれ。マジンガー。奪わせません。戦機解放。陣なる獣が天地をかける。流派発動。身の肩。流派発動。身の肩。義国の剣士たちよ、
我の義憤に応えよ。歴戦の猛将寒宮拳様が相手してやる。救いの王を待つ者たちにひとたびの死を。赤き星か。どれ。こんなはずでは。マガジンが。負けるわけには。ら。もう一働きするか。奪わせません。目はさまさにと誓った。ご視聴ありがとうございました。このデッキはかなりデッキパワーを感じたよう。